ゼルダのゼルダとは、こっちではなくこっちの女性のこと。あ、ゲームタイトルにもなっている通り、ゼルダとは物語の重要人物ではあるが、しかし、ゼルダの伝説の主人公なのかと言われればそうではない。時には馬に乗り、時には葉っぱで空を飛ぶ、そんなアクロバティックさを兼ね備えているような娘には到底見えない。つまりヒロインである。いや、ではこちらの緑の男は一体何者なのか。時には鳥に乗り、時には布で空を飛ぶ、つまり主人公である。